本田選手に伺いたいのですが、かねてからワールドカップの優勝、そして昨日もコンフェデレーションズカップでの優勝という目標を掲げられていらっしゃいますが、そのために今後日本代表がどんなことが必要なのか、そしてご自身としてもどんなことが必要なのか、今どのように考えているか聞かせてください。まあ、あんまり喋りたくないんですけど、シンプルに言えばこうだと思います。まあ、こうというのは、昨日、キーパーの川島選手がしっかりと1対1で守ったところ、さらに高める、近藤選手がケールに競り勝ったところ、さらに勝てるように磨く、岡崎選手や前田選手が決めるところをしっかり決める、結局のところ最後はここで試合を決することがほとんどなので、もちろん日本の最大のストロングポイントっていうのはチームワークなんですけど、でもそれはもう、そんなことはもう生まれ持って持ってる能力なので、僕らはどうやってこう自立した選手になってこう高められるか、自分が前に出るという強い気持ちを持って集まっているのが代表選手だと思うので、この1年、短いは短いんですけど、考え方によってはまだ1年もあるという見方もできると思うので、新庄優斗みたいにね、本当のトップクラブでやってる選手もいますし、ただそうじゃないリーグやクラブでやってる選手もやれることってあると思うんですよ。そこを、近藤選手みたいに憧れみたいな気持ちで持ってもらったら困ると思ってて、あくまでも同じピッチになってますから、そこはどんどん僕らに、大先輩なので、どんどんアドバイスをくれればいいなというふうに逆に僕は思ってます。はい、以上です。